学生のの皆さんこんこにちは坪です、えー、今回の動画に関してはあ公務員試験職種内容ってどうなってるのっていうところとあとは併願ってできるんですかと、えー、1個しか受けれないとかにならないですかこういうようなところについての,、まあ、あの説明をしていきたいなというふうに思っています。でそもそも、えーまあ、先に結論から言うと併願できるかっていうと、えー、かなりできるんですよ。 でえー、受験料はただなんで、えー、それは心配しなくていいんですが、あ公務員試験は日程さえ被らなければ何回でも何個でも受けていただくことができる。で、その日程って大体どれぐらいなのかっていうのが、一応2019年試験の日程を移しながら、大体こういう形だよっていうのを今からご覧いただこうと思います。えー、これもパンフレット等々にはあーデータが記載されていますので、そちらもまたご覧いただいてもいいですし、えー、あとは、 あの、総合ガイドというものを、まあ、無料で、私らの方で、レックの方で配布させていただいている分にもデータは出てくるので、そちらをご覧いただいても全然結構です。はい。では、一応画面の方にはですね、えー、まあ、パンフレットのところを写しながら、あ日程、意外にこんなにあるんだっていうところをご覧いただこうと思います。でごめんね、あえて字がちょっとちっちゃくなっちゃいますけども、えー、皆さんには、あ、いっぱいあるのねと、ということが分かってくれたらそれでいいです。いっぱいあるんだね、と。 で、これ2019年の試験の、えー、内容なんですが、拡大しましょう。これぐらいだったら見えるかな。はい。で、えー、国家公務員の総合職とかからずっと試験があって、1月まであるのみたいな。あ、試験あるんですけども、そう、年がら年中実は試験ってやってるんですよ。で、多くの受験生の方がチャレンジしてってっていうのは、この4月から、この 7月までのところが一つの一旦区切り。それから、ああ、これが一つ。まあ、受験生が一番多くなるのはこのあたりです。と思っておいてください。で、次に、えー、ちょっと、オレンジ映るのかな。はい。地方公務員っていうところになると、はい、この、オレンジの線。ああ、結構映ってるね。はい。この地方公務員のところは、この、 大体6月の第4週ぐらいから、あ後ろのところが地方公務員が多いという形になってます。で、そうね、まあ、これ、毎週、なんかどっかの日曜日のところで、毎週どっかが試験やってる形なので、その中から皆さん選んでいくという形なんですね。で、えー、実際受験生の子とかに関してが、一つしか受けないっていう子は、正直少ないですね。一個しか受けないってことは少ないです、受験生としては。はい、多いのは、 まあ、大体公務員専願の子やったら5つとか6つは併願されてますね。5つ6つ併願されてたり。で、えー、まあ民間どうしようかなって悩んでる子とかも、公務員併願するっていうことが、まあやっぱり圧倒的に多いという形です。で、ですのでまあ、あ、いろいろ受けれるんだということをまず頭に入れていただいて、で、その上で、公務員の職種のところですね。併願できることを知った上で、日程が被らなければいくらでも受けれるから、あ、この日程ってこんなんなんだっていうのを聞いてください。 じゃあ参りますね。えー、まず、この国家総合職。はい。いわゆるこれキャリアの官僚さんです。キャリアの官僚さんです。えー、ですので今、ああ、実際法律づくりとかも関わってきてますし、例えば働き方改革とかあるじゃないですか。ああいうふうな形の法案のところの作成とかを事務的に行っているのはキャリアの官僚さんです。えー、実際厚生労働省っていうところがやってます。えー、それから例えば貿易対策とか。 あ例えば他国とかの輸入輸出のところで規制がかかったりとかでありますね。あれのところも経済産業省とか、えー、例えば財務省税関というところが関わってたりします。実際あの、えー、去年一昨年かな、の、えー、実際教えてた方、私教えてた方で、あ、え、のー、官学の方で、今そのキャリアの官僚さん、財務省税関かな、でやってる子とかあ出てきてますけども。 はい。実際そういうふうなうとかがですね、えー、皆さんの先輩方でも実際働いている人が多々出てきてます。そういう人ところで、あ、じゃあそういうふうな働き方もありだよねっていうのを一つ思ってもらってもいいです。キャリアの完了として条約作りとかをしたり、国際的にも関わったりっていうこともしていくよ。これが一つだと思ってください。はい。それから、えー、続いて、5月のところに入ったら、はい。 え警視庁警察官、これはまあいわゆる警察官ですね。この警視庁に関しては都道府県のところでいうと、東京都の警察のイメージです。だから兵庫県警じゃなく、東京都警に当たるのが警視庁です。ああ、なるほどね、と思っておいてください。それから、学部ですね、よいしょ。こちら、東京都一類特別区、この辺りがね受験生が多いので、ちょっと印を打っておきますね。 受験生が多いところで、この辺り、東京都と特別区。えー、東京都庁、えー、これは、それこそ都庁で働いていくって形なので、えー、ここのところに関しては、あ実際に、えー、まあオリンピックの誘致とか、ね、東京都庁がとか、あの例えば築地の市場の話とか、あそういうような形の企画立案とかやっていくのも東京都です。で、えー、そうやってやっていきます。であと、特別区、これ23区ですね。東京23区の区役所で働いていただくお仕事。 でここは、あの、あまり関東圏の人じゃないと受からないとか、そんなことないです。関西圏から受験したり、他のエリアで、今、下宿でか、あのね、あの関西のところに来ている方とかも、いっぱい多く受かってますので、あまりなんか関東だからとか、えー、東京の試験だからっていう形じゃなく、あの、併願先の一つとして考えていただいてもいいと思います。どっちかっていうと、区役所系、えー、この都庁に関しては、規格立案系が中心だと思ってください。で、それから、えー、続いて、 はい。5月のところ、裁判所。はい。えー、この裁判所のところに関してっていうのは、裁判の窓口とかっていうふうなイメージがあるかもしれませんが、あ実際皆さん、裁判員裁判とか聞いたことないですかそういうふうな形で、えー、ね、実際我々も裁判員裁判ってことで裁判に関わることあるんですかその選定とかに関わってる人が職員さんだったり、あとは、これ、法学部以外の方も実は裁判所の職員さんって今、合格者多くて、6割ぐらいかな、法学部以外なんですよ。 法学部が、えー、以外の方が6割なんですよでその方々とかがこの裁判所の職員さんとして働いていく時に例えば A さんと B さんが揉めてるとするじゃないですかじゃあ A さんと B さんが揉めてるぞっていうふな話になった時にじゃあそこのところでうわーって2人が文句言ってても裁判官えどうすんのってなるわけですよそしたら皆さんが一旦裁判の前に話聞いてあげるんですよ法廷前準備手続きとか言って話聞いてあげるんです なんだ半分以上意見一致してるじゃないかとね結局争ってるのは1点2点2点だけだなどじゃあこの2点についてだけを裁判でちゃんと審査してもらおうって形で論点整理みたいなことをする人が必要なんですねえこういうのも裁判所の職員さん書記官っていうんだけどねその人たちのお仕事だと思ってください はい。で、この裁判所のお仕事のところとかは、裁判所自体が5時で閉廷しますから、あの、いわゆるワークライフバランスっていうのが非常に実現できるというふうなお仕事としても有名です。で、続いて、あとそれ以外のところで出てくると、この5月12日、これ兵庫県警とかそうですね。兵庫県警です。で、あと5月19で大阪府とか大阪市、これ、えー、都道府県って大体同じような日程なんだけども、 はい。日程が違ってくるので、こういうところも受験できますね。よろしいですかはい。で、それから、5月の26日、東京消防庁。これ、東京の消防ですね。東京の消防ですね。この試験もあります。で、それ以外、じゃあ次、6月のところとかに関してっていうところで出てくると、あ大阪府とかもチェックしておきましょうね。はい。で、あと、6月のところ。はい、このあたりですね。 はい、えー、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官っていうのがあります。で、えー、ここのところに関しては、国税専門官、これ税務署の職員さんです。ね、えー、いろいろと毎年、やっぱり、えー、まあ、いわゆる著名人の方々、有名な方々ですね、とかね、ちょっと税金の問題で、とかって出てきたりしますけども、えー、そこのところ調査してるのがこの国税専門官、税務署の職員ですね。それから、まあ、あと、 ま、財務専門官、これ、ええ、ま、づくりとかにも関わったりするお仕事です。金融にも関わります。はい。ね、ええー、あと、ここ、労働基準監督官。最近ちょっと人気になってきてるのはこれかな。はい。あの、労働基準監督官。これ、サービス残業とかパワハラとかセクハラの取り締まりをしているところです。ね。さっきちょっと言ってましたが、あの、日程が被るとどれかしか受けれないので、ここ、日程が同じ日になってるので、どれかしか受けれないよって形だと思ってください。 はい。で、えー、あと、それ以外のところで、ね、えー、6月の16日、国家一般職。はい。この国家一般職って何なんだって話なんですが、少しちょっとお話しさせていただくと、えー、さっき、総合職というのがありましたが、例えば働き方改革でちょっと例えていきますけど、働き方改革やっていきましょうって東京の人が言うわけですよ。総合職の人、キャリア官僚が。じゃあ、東京で正直それ言ったところで、北海道から沖縄まで企業ある中で、 ぶっちゃけた話動かないんですよ。その動くわけないんですよ。東京の人がわって一言言ったぐらいで動かない。だったらその計画のところ、企画のところを実際現場で動かしていって形を作っていく。その企画通りに物事を進めていく必要があるわけですよ。ね。その人たちが一般職っていう形で、その地域のところに根ざした形でスペシャリストとしてその計画を実現していくために動く人たち。これが一般職っていうイメージを持ってもらったらいいです。 ですかだから一般職っていうのは国家公務員って言いながら地元にしっかり滞在して根付いた形で働く人が多い試験なんですよね。あ、なんだそういう働き方もあるんだってことをちょっと知ってもらえるといいんじゃないかなと思います。これが国家一般職です。でこの国家一般職、総合職もそうなんですけど、国家公務員の一般職総合職というこの二つはセンター試験みたいな形をとってまして、ね、センター試験みたいな感じ、共通試験があるんですよ。まあセンター試験って言い方もしないのか、共通テストか、ね、言い方になるんですね。 で、その試験を合格してもらうと、筆記試験とか合格しましたおめでとうってなると、まあ最終合格なんて言うんですけどね。すると、え体、ー、関西とかでも30とか40ぐらいある団体から、説明会来ませんかってオファーかかるんですよ。で、ね、その説明会とかで面接とかの日程を自分たちで決めて、その筆記試験とかをちゃんと通っちゃえば、その後、内定を取るための面接っていうのがいくらか受けれるんですよ。だから、 ちょっとイメージ湧きにくいかもしれないけど総合職と一般職は筆記試験とかのやつを通ってしまえば面接いくらか受けれるんですまあ4つとか5つぐらい面接受けれるんですよえ、それ以外のところさっきちらっと映してた例えばこの、えー、国税専門官とか税務署の人ねとかあのサービス残業とかの取り締まりをする人この人たちは一試験まあ私立大学みたいなイメージなんで その試験を突破したら、そこだけ内定を取るチャンスが出てくるんだけど、この一般職の試験とかはセンター試験みたいな形なんで、筆記試験1個通っちゃうと、面接を受けるチャンスが5つとか6つか増えますよって形の試験です。で、もちろんこれは両方、日程が変わるので、両方受験することができる。と思ってください。はい。で、あとはその下のところで、えー、この6月ぐらいの末から出てくる。いよいよこっちが地方公務員です。 いよいよこっちが地方公務員で、はい、これが県庁市役所ですね。県庁のところで受ける試験。で、県庁とか、あとはここに出てくる、政令指定としてあります。まあ、政令指とも言います。こちらは、まあ、言うたら、あの、市役所の中でも規模のでかい団体ですよ。だからね、全国で政令指定として20都市なんですよ。えー、北は北海道の札幌市から、 南のところで一番南にある政令指定都市は、熊本県の熊本市ですね。これが一番南にある政令指定都市なんで、全国20都市あります。で、この20都市は、県庁並みのこともできるし、市役所としての業務もできるみたいな形で、結構規模がでかいから、業務範囲は県庁レベルのことをするんですね。かなり規模のでかいこともやっていくというような団体。この 県庁と政令指定都市は基本的に6月の最終週に行われるので、例えば兵庫県と神戸市は日程が被ってるからどっちかしか受けれないとかそんな感じなんですよ。京都府と京都市もそうですね。っていうような形なんです。でもそれを言うと、え、それってじゃあ県庁所在地は無理ってことですかっていうふうにおっしゃる方いるんですけど、そうとも限らないんです。はい、そこのところは例えば滋賀県の方がおられたら、 滋賀県と大津市ってなった時に実は滋賀県は6月なんですが大津市は7月に行われるんですねこの後出てきます7月の試験で受けていただく形になるんですというように日程がかぶらなければ受けていただくことはできるその日程どこが受ければいいかなっていうのは自分でちゃんと探していく必要もあるので実際皆さんが地元ここら辺なんだけども受けるところどこかなっていうのはまた私たちにいろいろと相談いただければ全然結構ですからねねでえー、いうことでした で、だから、兵庫県とか神戸市かなとか、ま、感覚の子で多いのは兵庫県とか神戸市で悩んでる子結構いるけど、もしくは地元に帰るってことで考えてます。で、県か市かどっちみたいな。で、その後、7月のところで多いのが、はい、これ大学の職員さんですね。国立大学法人等職員さん。大学の職員さん採用試験。だから、大阪大学とか京都大学とか神戸大学とか、あとは兵庫教育大、大阪教育大とかね。 えー、例えば奈良の子だったは奈良女子大学とかもね国立大学でそういうふうなところを、えー、の職員さんになっていただくということですねであと7月14日の警察官これどっちかというと北陸とかの警察が多いかな、えー、東海北陸あたりのとこが多いかな7月の警察官試験、えー、それからこちら7月の最終週は、はい、市役所 B 日程っていうのがあって市役所試験 はい。B 日程と言われている試験がありまして、えー、ここが、例えば、あの皆さん、お膝元のところで言うと、西宮とかこの辺の日程です。尼崎とか、宝塚とか、ああ、まあ、伊丹とかもそうですね。芦屋とかもそうですね。この辺りがあ日程出てきます。まあ、明石とかもそうですけどね、えー、まあ、姫路とかもそうですけどね。そういうようなイメージを持ってもらって、えー、見てもらえればいいです。ああ、なるほど、この辺りに試験日程が来るんだな。 でプラスじゃあ今のは兵庫県下の市役所その辺だけどもじゃあ私は大阪なんですとか奈良なんですよねっていう子とか和歌山なんですよねっていう子はどうなんだっていうと実はその後こちらのところで9月のところに新日程っていうのがあってここのところで全国の多くの市役所とかが試験が行われたりするんです。だから 正直今から勉強していくぞってなった時にこのピンク色のところの国家のところと地方のところってあるけども実際勉強していくってなった時にねあのピンクの中でも地元に残ることなんていうのは全然あるんですよ地元に残れるんですよ結構そしたら個人的にはいっぱい受けたいぞっていう子とかだったら、えー、国家公務員も地方公務員も受けた方がいいんじゃないかなとその中で自分の第一志望っていうのを探していく方がいいんじゃないと思ってます 一方で、もう絶対もう国家公務員のお仕事が苦手だとか、地方公務員の仕事が苦手だっていう人とかは、どっちかに絞って勉強していくっていうのもありだと思います。ただ、今までの皆さんの先輩、科学の先輩の方とかでは、まあ、実際に例えば夏ぐらいまでから始めてる方とか、あとは秋から始める方とかでも、 正直、感覚の方、多くの方とかに関しては、じゃあ、受けれるところを受けていこうかっていう形で、えー、科目をいろいろとやっていく方の方が正直多いのは現状ですかね。えー、ですので、そこのところに関しては、あ実際ご自身の、えー、まあ例えば、部活しながらの方とかも実際おられるだろうし、バイトが忙しい方もいるやろうし、今の昨今の情勢だから、レポート大変だっていう人もいっぱいいるだろうし、えー、だと思うんでね。えー、そのような中のところで、 え皆さんがどういうふうに勉強していくのか、あどの辺をやっていくのか、あそれは、えー、それぞれだと思ってください。で、その、えー、決断のところでいろいろ併願できるってことが分かってくれたら全然 OK です。じゃあ、そうなった時に勉強と面接。はい、公務員試験のとこは勉強と面接っていうのが大事になるっていうのは聞いたことあると思いますので、その勉強と面接ってさ、どれぐらい必要なのか。 どういうふうにやっていくべきなのかこの辺りをですね次の動画以降のところでお話ししていこうと思います。勉強編のところと面接編という形のところで少しまあ方針ということをねお話ししていこうと思いますので引き続き動画の方をご覧いただければなと思っております。では、えー、今回の動画について、えーまあ、実際仕事の、まあ、職種紹介、えー、ですねどんな仕事があるのかという紹介とそれから併願状況についてお話しさせていただきました。 はいそれではあ以上で今回の動画は終了したいと思いますでは皆さんお疲れ様でした